ロー、あるいはワックスは、融点の高い油脂状の物質。多くの場合、室温では、柔らかく滑らかな固体で、水の沸点より低い融点を持ち、気体はよく燃焼する。抗議の牢は、主に動物の油脂、植物の油脂などから採取されるが、近年は、石油の原油を分流して得られる。 呂質の炭化水素であるパラフィン系のワックスが主に用いられる。競技のローであるワックスエステルは科学的にも合成されている。講義の呂は室温で固体であるために扱いやすく、加熱すると比較的低い温度で誘拐し、気化すると容易に燃焼することから古来そくとして照明に用いられてきた。さらに水分を引くことや潤滑性があることなどから、 ソク以外にも様々な用途に用いられている。また、動物の油種の中でも、シーラカンスなどの深海魚や、同様に深海性のマッコウクジラの肉にも、油種としてワックスは含まれるが、ワックスエステルは、人の消化酵素で、下水分解できないため、これらの肉を食べると下痢になる恐れがあり、そういった魚のうちのバーラムツとアブラソコムツは、日本国内では、 食品衛生法によって販売が禁止されている。深海魚深海魚の利用も参照。なお、金属同士の接合に使う合金の、ロウは、ロウと表記される。こちらについてはロー、ー説を参照。ここでは実用上ロウと呼ばれている、抗議のロウを紹介する。便宜上、古来日本でも用いられて、日本文化に馴染んだ、動植物由来のものを日本語のロー、ロウ。 近現代になって日本社会に登場し、古くからの日本文化との馴染みの薄い鉱物、石油等由来のものを英語由来の外来語である、ワックスとしたが、英語ではすべてワックスである。木牢その他植物系競技の牢ではない。競技の牢ではない。炭化水素系競技の牢ではない。炭化水素を化学合成して作られる。その他天然由来の原料を 化学合成したもので常温で固体のものを合成ワックスと称することがある。脂肪酸エステルアミン、硬化油などの一部、ありがとうございます。